ハードルの元世界記録保持者。クアンタナモに生まれる。昔はハードルよりも、総高飛びに興味があり、15歳の時に1メートル93、2006年には2メートル15を飛んだことがある。母親はバレーボール選手、叔父は51秒76の記録を持つ70年代の400メートルハードルのナショナルチーム選手。 19歳の2006年に世界室内選手権の60メートルハードルで2位に入り110メートルハードルでも自己ベストを13秒00まで縮めるなどジュニアの時代から頭角を表していた。翌2007年には世界選手権での流勝との対決が期待されたが4位に終わった。しかし9月のワールドアスレチックファイナルでは 自己ベストを100分の8秒も縮める12秒92をマークし優勝した。2008年6月12日、チェコのストラバで行われた大会で、劉章が保持していた、従来の世界記録である12秒88を上回る12秒87の世界記録を樹立した。北京オリンピックでは12秒93の好タイムで圧勝したが、世界記録更新はならなかった。 2008年は1年間で実に7回12秒台をマークした。しかし、キューバ代表として出場した2011年世界陸上競技選手権大会では、8月29日に行われた110メートルハードルの決勝で、流将と接触し、これが走路妨害とみなされ失格となった。ありがとうございます。